マチャイアスは、アメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名は、メイン州マチャイアスにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。マチャイアスは当初 PG-161 として、建造が認可され、1943年4月15日に、PF-53 に、艦種変更された。 会事委任契約のもと1943年5月8日に、ウィスコンシン州ミルウォーキーのフローミングブラザーズ社で寄港し、1943年8月22日に、W. リチャード・ベルナイス夫人によって命名、浸水、1944年3月29日に収益した。1944年7月17日まで、 海外任務の準備を完了したマチャイアスは、大西洋中部の偵察を呼び、オランダ領西インド諸島のアルバからの、戦団護衛任務を行い、8月13日に、ノーフォークで、第33護衛部隊へ合流した。部隊は、ニューヨークで第70.7任務軍の一部となり、太平洋へ出撃するため集合した。任務軍は8月16日に、ニューヨークを出港し、 28日に、パナマ運河を通過、ボラボラ島に向かう。9月25日に、マチャイアスは、戦団と別かれ、ニューヘブリディーズ諸島を呼び、ソロモン諸島へ向かう部隊を運ぶアーケバスを呼び、バトルアクスを護衛する。マチャイアスは10月23日に部隊と再合流し、モルッカ諸島での対戦紹介に従事した。アク島のミオスウンディ白地で、 期間修理のため、短期間停泊した後、11月15日に、マチャイアスは、部隊と共に出港、フィリピンに向かう。18日に、フィリピンに到着し、さらなる修理の後ミンダナオ島沖、スリガオ海峡で、対戦紹介を行う。マチャイアスは、同任務を12月4日まで行い、その後戦団護衛任務を再開した。続く3ヶ月にわたって、ニューギニア、 フィリピン、マーシャル諸島、カロリン諸島で、兵員輸送船の護衛任務を行う。マッチャイアスは1945年3月19日に、エニウェートク干渉を出港し、ビュージェットサウンド海軍造船所でオーバーホールを行うためワシントン州シアトルへ向かう。オーバーホールは6月半ばに完了し、その後アラスカ州、コールドベイへ向かい、 同地で7月13日に、レンドリースポーに基づき、ソ連海軍に対応された。ソ連では、護衛艦を意味する EK の略号が付与され、e、EK-4 と命名された。1945年7月23日には、警備艦として太平洋艦隊に配備された。8月18日から9月1日にかけて行われた、クリル諸島上陸作戦に投入された。 1949年10月には、横須賀でアメリカ海軍に返還され、同地で保管された。1953年1月14日、日米船舶対応協定に基づき、第一回対応艦として警備隊に対応され、奈良として収益した。他に対応された、クス・カシ・モミと共に同日付で、第一戦隊を編成し、 横須賀地方隊に編入された。同年4月1日、第一戦隊軍が新編され、第一戦隊は、同軍に編入された。1957年9月1日、艦籍番号が、PF-282 に変更。1958年4月1日、第一練習隊に、編入。1959年には、 第3回遠洋練習公開に参加した。1961年12月1日に、アメリカ海軍から除籍奈良は1962年8月28日に、太陽から教陽へと変更され、その後、1964年12月10日、クレ地方隊に編入。1966年3月31日に、練習船に区分変更され、 1969年3月31日に除籍され、1971年7月12日にアメリカ海軍に返還された。マチャイアスは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。